元気ないじゃん。どうした？どうした？いやいやいや。元気あるんですよ。元気ある。はい。なんかさっきの動画からなんか、うん、元気ないかなって。あ、そうですか。なんかあった？なんかあった。うん、まあなんかあったっていうか、うん、まあ、なんかしたですか。何した？いやいや別にそんなわざと言うことじゃないですけど、うん、その意図と違う動きを してしまった。ああ、うん。まあこれ以上は別に特に。みんなは何も言わなくても分かって動いてたことが、お前だけ分かんなかったってこと。まあ皆まで言わなくて。別に生ではなくて、あ、そうか、そうか、まあまあまあ食べましょうよ、そんな。あ、なんかこれ一回見たことあるな、うん、これなんだこれ、なんか見たことあるな、一緒チラッと、うん、見たことあるな、チラッと見たでしょ、なんかあったけど、うん、なんかでもね、あのね、あの時見た時はなんかこれに、にくいと思ったよ、だからこの子に罪はないの。そうか、そうか、そうそう、この子に罪は一切ないから。罪があるのは、罪があるのは、うん、まあその皆まで言わなくても、キリッとさせなくてこの子の親にね、罪がありますよ。これちょっとあの、ご飯新しくよそったんで。どういうこと？え、これもご飯に合うんで、うん、こいつちょっと対決させたいなって。いいよ、いいよ、別に。圧勝だろ、俺の子が。そう思うじゃないですか。うん。いや、そう思ってるままでいいかも。いいよ。いや、でもちょっと口に入れてみてほしい。覆さなくても大丈夫。いやいや、覆されてほしい、一回。その、よく言う、騙されたと思って、口にだけ入れてみてほしい。騙されたくない。騙されたくない。気持ちだけでも。うん。それ人の悪意に触れたくない。悪意じゃないよ、むしろ善意というか、食べてみてほしいなっていう、こう。もうお米ないよ。いや、ありますあります、その、チンしたんでさっき。お前がさ、汚くない汚くない、これは。これに車のぐらいちっちゃい、なんかさ、ね、チンしてこれ入れてるとか、もうちょっとサーモンのやつだから上から乗せてるしさ。自分が眠った箸で、そうそう、ちょん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 ってやって、ほぐしてたのよ。いいわけないじゃん。いいわけないじゃん。そんなものが。あ、じゃあ、もう一個あるんで。あ、じゃあ、これだけちょっと食べてみます。まあ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 、食べてほしい。はい、ちょっとぜひね。まあ、卵せっかく二つあるから。一個ずつ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 二つ持ってきた。結構だな。じゃあ、半分にしてね。こう、半々でもいいし。で、大根もまあ一かけずつぐらいですか。これはあのネギですね。ネギが入ってる。ネギをちょっとこう、でもこれは具のつもりじゃないので、こう。何この臭み消しの。これだけで作ったネギ、あとまあ、角煮、豚の角煮を作りたくて。おう。でも角煮はちょっと美味しすぎて全部食べちゃったんで。残ってるのが今、卵と大根。結構大根も同じぐらい美味しいよな。うん。あ、ちょっと食べてもらって。じゃあちょっと、まあ、これは。テッセイが本当に嫌がってるけど、これは食べよう。いやでももちろん火も通ってますし。やっぱあれを見ちゃった後だとな、その、パンツのね、シンクパンツ事件があるから。俺テッセイよりは平気だから。うん。じゃあちょっと待ち、一旦待ち。1個食べる。うん。大根。うん。普通美味しいですよね。美味しいですよね。卵だったら分かんないか。卵はね、これね、ここまでまだ分かんないか。味がここまでうまく染みるっていうのは結構ね。ああ卵一個食べた。もう一個食べた。一個も丸々いっちゃいます。卵一個食べた。一個いっちゃいます。カットいっちゃいます。一口一口でも。だってこれって鶏になるんだよ。鳥一番そんぐらいすごいんだよ。それって鶏になるぐらいすごいエネルギーなんだよ。そうです。それをもう買ったもちっちゃっちゃ一口でもう丸々違う。一口用になってる。そうそう。もう一口サイズに切り分けてるんで。え、どうかさ、鶏になるんだよ。そんなんなら半分でもいいですけど。いやいや、もう一口いっちゃいましょう。まあ、せっかくだったらね。ああ、いいね。嬉しいね。蛇みたいに丸飲みだね。ねえ。いろんな煮玉がありますけど、このように。うん、一番。これはすごい美味しい。普通。普通でした。普通だったら無理して食べなくていいかな。普通の大根と普通の卵。
味覚って人によって違うから、ね、違う、そうそう、かずきさん、マチは普通だった。だって結構いいもん食べてきてますからね。普通じゃないか、普通普通、美味しい、美味しい、美味しい。煮卵ってな、うん、あんまりさ、出づらい。出づらい。なかなかね。なかなか半熟ゆで卵とかじゃないから、ね、うん。確かにね。じゃあ、サーモンとの序列で言うと。まあ、サーモンが一番。ああ、よかった、あぶねー。企業のあれ回し、まあ、ケムさんの。あぶねー。ですから、じゃあちょっと、テッセイさん。ご飯もあんま食べれてないと思うんで。金ねえみたいな言い方するんだけど。誰が言ってんのよ。お前よりか絶対あるわ。体見るにね、ちょっとね。え、何卵どっちか、卵いっちゃいますか、じゃあ。ネギもいっちゃう？ああ、大根と。ネギがいっちゃうやだ。このネギめっちゃ嫌だ。このネギめっちゃ嫌だ。これも食用じゃないというか。そんなやつ入れんだ。そんなやつ入れんだ。これは、これ入っちゃってる。入っちゃってる。菊でも食用あるの？食用じゃないんだ。お前のネギ食用じゃない。一緒にちゃいますか、大根玉ねぎ。丸々も。玉ねぎだ。あ、玉ねぎじゃない、卵。卵とネギ混ざって、玉ねぎって言っちゃった。まあ、卵。卵？卵。どっちが美味しかった？卵と大根だと。まあ、違うもんだけど、全然。卵かな？卵。卵、確かに味はよく染みてたかもな。うん、卵。じゃあ、卵いっちゃうか。手震えたじゃん。うわぁ。すげえ。かぶりすぎちゃうやん、もう。卵、まるまる。これ何になるの？鶏になるの？鶏になるよ。これ鶏になるの？鶏になるのに食べちゃうんだよ。いっちゃうのよ。いただきます。はい、嬉しいね。あの、うなずいてるよ。まあ、うん。これは高評価期待できるね。ね。普通なんだよ。食うなよ、あんま人が作ったもんな。普通なんだよな。普通なんだ。普通、だから美味しいことでしょ、だから、つまり。まあまあ、だって、普通ってことはまずくないってことですから、美味しいってことじゃないですか。それ当たり前じゃん。そのライ、その、どこで戦ってんだよ。で、今回は半熟じゃなかったと思うんですけど、半熟煮卵も僕ちょっと成功してるんで、ちょっと次回。いいよ、お前もう命無駄にすんなよ。これすごくないですか、半熟で煮卵を作れるんだってびっくりしたんですよ。あるだろ。あるだろ。なんだと思って。ラーメン屋さんがあるだろ。うん、今度それも一個ずつじゃ食べてもらいます。食べてもらいます。確定で。うまい。